南極半島に到達して3日目、ウィルヘルミナ湾に入り、氷一面の島に上陸、皇帝ペンギンや、ジェンツーペンギン、アデリーペンギンらとの出会い、カニクイアザラシや、北極と南極を往来する渡り鳥の、南極アジサシ、また、太いくちばしの不肉食のオオフルマカモメ、南極のエンジェルと呼ばれる、真っ白な、雪鳥などを、間近に見ることができました。ソデアックボートで移動すること数分、体長が15メートル近くのザトウクジラがボートの周りをゆったり来たり、全身を大きく表すことはなかったものの、潮を吹き上げ、体をくねらせ、目の前をぐるぐる回りながら、まるで一緒に遊ぼうよと誘っているように見えました。この日、ソディアックボートでのツアーを終え、船に戻り、夕食を食べ終わると、船内放送で、船の前方に、クジラの群れが現れたとの放送があり、海面を見ると、何頭ものクジラが、尾びれを高く上げ、夕日の彼方に消えていく光景が見られました。12月10日、ネプチューンベローズ水域を抜け、火山の島デセプション島に向かいました。湾を半周し、上陸しました。斜面上の位置まで登り、南極半島を望み、ヒゲペンギンが歩き、地熱の噴気が出ている黒い砂浜を歩き、1906年に建てられたクジラ解体施設跡、当時、
居住していた人たちの小屋、捕鯨者の墓、飛行機の格納庫の残骸のあるエリアを歩いたしました。島内を歩くと、ジェンツーペンギンやヒゲペンギンがと、ことこと、前を横切り、湾の奥の方では、ウェデルアザラシとカニクイアザラシが浜に寝そべっていたり、ゾウアザラシの子供が、横たわり、湾からすぐのところに、ヒョウアザラシが出てきたりしました。島内を歩くと、ジェンツーペンギンやヒゲペンギン、
13日、ウシュアイアの港に近づき、下船となります。お世話になったガイドさんや、クルーの皆さんが総出でお見送りをしてくれました。オーシャンエンデバー号から下船後は、乗客同士でお別れの言葉を交わしました。